ルーカス・ブラウンは、オーストラリアのプロボクサー、元総合格闘家、ニューサウスウェールズ州オーバーアンシティ出身。29歳で、ボクシングと総合格闘技でデビューを果たした遅咲きの選手。2009年3月20日、ニューサウスウェールズ州、ブルックベールで、ジェイソン・キールとデビュー戦を行い、4回33秒小勝ちを、収めデビュー戦を白星で飾った。 2011年8月5日、西オーストラリア州カルグーリーで、クラレンス・スティルマンとアブック、インターナショナルヘビー級王座決定戦を行い、12回、3から0の判定勝ちを収め王座獲得に成功した。2011年9月30日、ニューサウスウェールズ州民とで、ファイ・ファラモエと WBF アジア太平洋ヘビー級王座決定戦を行い、5回2分59秒。 tk o 勝ちを収め王座獲得に成功した。2012年2月17日、クイーンズランド州、サウスポートで、コリン・ウィルソンと、オーストラリアヘビー級王座決定戦を行い、3回2分56秒小勝ちを、収め王座獲得に成功した。2013年3月1日、クイーンズランド州リッチランズで、竹原誠隆と対戦し、初回1分8秒小勝ちを収めた。 2013年4月28日、メルボルンのメルボルンコンベンションエキシビジョンセンターでジェームズ・トニーと WBF 世界ヘビー級王座決定戦を行い、12回3から0の判定勝ちを収め王座獲得に成功した。2013年11月2日、イギリスのキングストン・アポンハルの春アリーナでリチャード・タワーズと対戦し、5回51秒。 tk o 勝ちを収めた。2014年4月26日、イギリスのシェフィールドのポンズフォージ国際スポーツセンターで、エリック・マーテル・バホーリとコモンウェルス・イギリス連邦並びにイプビシヘビー級王座決定戦を行い、5回1分26秒小勝ちを収めコモンウェルス王座、エブプック王座獲得に成功した。2014年5月14日、 コモンウェルスイギリス連邦ヘビー級王座をオーストラリア人が獲得したのが1892年以来122年ぶりとなったことでオーストラリアボクシング連盟から表彰を受けた2014年8月1日ウルバーハンプトンで WBA インターコンチネンタルヘビー級王座決定戦としてアンドリー・ル・ゲンコと対戦し12回3から0の 判定勝ちを収め、イップビシ王座初防衛、WBA インターコンチネンタ両座獲得に成功した。2014年11月12日、メルボルンのハイセンスアリーナで、チャウンシー・ウェリバーと対戦し、ウェリバーの5回終了時期券で、イップビシ王座2度目、WBA インターコンチネンタ両座初防衛に成功した。2015年2月25日、WBA から、 WBA 世界ヘビー級オージャルスランチャーガイフと指名試合を行うよう指令を受けた。2015年8月14日、メルボルンのザメルボルンパビリオンでジュリアス・ロングと対戦し、9回小勝ちを収めた。2015年10月8日、WBA は最新ランキングを発表し、ブラウンを WBA 世界ヘビー級3位にランクインした。 2015年11月13日、肩を負傷した WBA 世界ヘビー級4位のフェリス・オケンドが、最低でも2016年5月までは、試合ができないとのメディカルリポートに基づき、WBA 世界ヘビー級オージャルス・ラン・チャガエフと、オケンドの間で再戦をすることが不可能となったことを、受け、WBA は、チャガエフとブラウンの間で指名試合を行うよう、指令した。 2015年12月10日、WBA は最新ランキングを発表し、ブラウンを WBA 世界ヘビー級2位にランクインした。2016年3月5日、チェチェン共和国グロズヌイのアフマド・アレーナで WBA 世界ヘビー級王ジャルス・ランチャ・ガイフと対戦し、10回2分2秒 TKO 勝ちで、オーストラリアのボクサーで初めてのヘビー級王座獲得に成功した。 次戦は WBA 主催のヘビー級トーナメントで WBA 世界ヘビー級4位のフェリス・オケンドと対戦することが決定しているため元 WBA 世界ヘビー級王者デビッド・ヘイトの対戦を否定した2016年3月21日 WBA は最新ランキングを発表し上述のチャガイフ戦に勝利したブラウンを WBA 世界ヘビー級王者として ランクインするとともに、チャガエフ戦の勝利を評価し、WBA の2016年2月度の月間 MVP に選出した。2016年3月22日、チャガエフ戦の試合直後に、我がによって行われたドーピング検査で、ブラウンの尿から違反薬物のクレンブテロールの陽性反応が検出された。ブラウンの違反薬物使用が確定すれば、チャガエフ戦は、 無効試合となり、ブラウンは王座を剥奪されるかもしれないとのこと。2016年4月15日、ブラウンは和田による検査は自分が要請したもので、試合5日前に宿泊していたグロズヌイのホテルに和田の検査員が来て行った抜き打ちの尿を呼び、血液検査の結果は陰性だったので、前日計量の後に食べたステーキにクレンブテロールが混入していたのではないかと主張した。 恋に摂取したのではないことを証明するために、自主的にポリグラフ検査を受け、ブラウンの恋に自分でクレンブテロールを摂取したことはないとの言動は、今回の検査では嘘をついているとは認められなかった。と所属するハットンプロモーションズが発表した。2016年5月12日、ブラウンの予備検体でもクレンブテロールの陽性反応が検出されたことで、 WBA はブラウンから WBA 世界ヘビー級王座を剥奪しろく、過月間の出場停止処分を課した。2016年5月21日、WBA の面倒さ会長は、WBA のドーピング規定にのっとり同年3月5日に行われたルフランチャガエフ対ルーカス・ブラウン戦の試合結果は無効試合とします。敗者となっていたチャガエフは試合前の地位である。 WBA 世界ヘビー級王者に復帰することとなります。と述べ、WBA 世界ヘビー級王者は正式にジャガイフに差し戻されたが、試合の公式記録は無効試合へ覆らなかった。2016年6月8日、WBA は2016年5月度のランキングを発表し、出場停止期間中のブラウンを WBA 世界ヘビー級ランキングから除外した。 2016年9月6日、WBA が我がによる抜き打ち検査はブラウンが自発的に陽性したものであったことや試合5日前の検査ではクレンブテロールが検出されなかったことなどを考慮した結果、ブラウンがクレンブテロールを故意に摂取したとは認められず、また検出されたクレンブテロールが少量で、ブラウンに運動能力の向上等の優位性を与えるような量ではなかったとして、ブラウンを WBA 世界ヘビー級ランキングの5位以内に復帰させると発表。1 0日以内に WBA 世界ヘビー級4位のフェリスを剣道と WBA 世界ヘビー級世紀王座決定戦を行うよう指令した。2016年9月15日、WBA は最新ランキングを発表し、ブラウンを WBA 世界ヘビー級5位にランクインした。 2016年10月24日、同年12月10日に、ドイツの王にワールドハンブルクで、ウラジミール・クリチコと WBA 世界ヘビー級王座、決定戦で対戦する交渉が進められていたが、この日、クリチコのふくらはぎ負傷と、試合までのプロモーション期間が短いことを理由に、試合が中止になったことが発表された。2016年11月1日、WBA は、 最新ランキングを発表し、ブラウンを WBA 世界ヘビー級3位にランクインした。同日、WBA は WBA 世界ヘビー級3位のルーカス・ブラウンと WBA 世界ヘビー級5位のシャノン・ブリックスに、大使同年12月31日までに WBA 世界ヘビー級王座決定戦を行い、その勝者は、 WBA 世界ヘビー級6位のフェリス・オケンドと1 0十日以内に対戦するよう指令を出した。2016年11月22日、オスタリンの陽性反応が検出されドーピング検査に失格したことが公表された。2009年2月20日、デビュー戦をパンチで1回 TKO で勝利。デビューから5連勝を果たし、エクストリーム MMA オセアニアヘビー級王座獲得に、 成功した。2010年7月31日、エクストリーム MMA 世界ヘビー級王座決定戦で、ダニエル・コーミエと対戦し、パンチによる1回 TK を負けで、初黒星を喫した。2010年8月29日、復帰戦で、サム・ブランをパンチで沈め2回小勝利。2010年11月5日、エクストリーム MMA オセアニアヘビー級タイトルマッチで、 ビッグジムヨークと対戦し、パンチで2回 TKO 負けを喫し大座陥落から陥落した。この試合を最後に総合格闘技を引退した。総合格闘技の戦績は6勝2敗。ありがとうございます。